リラクヤの原澤です。本日はこちらの歯は命という本で紹介されている足の中指メソッドをご紹介します。筋膜のつながりの起点は足裏に始まって足先で終わります。筋膜は足先が一番調整しやすく、中指はその第一ポイントです。体が右にねじれている方でも左にねじれている方でも左足の中指から始めてしょう。では、左足の中指の付け根、人差し指側のくぼみと薬指側のくぼみをそれぞれギュッと押してみます。こちら側もこちら側も押してみますね。そして特にどちら側が痛みますか？より痛い側の骨盤がねじれて過緊張を起こしています。中指の根元のくぼみを強く押して 2,3 分間マッサージを続けてみてください。痛む方をより丁寧にほぐすといいでしょう。毎日1から3回やるうちにバランスが整えられて、骨盤も口の中のねじれも取れていってきます。このくぼみの中には足のアーチを形成する中足靭帯という繊維の帯があります。この腱を緩めることで足の裏のバランスが取れて全身のバランスも良くなります。左足のみでも効果はありますが、時間があれば右足も同じようにやります。こちらもこうですね、同じように行います。お風呂上がりなどに足の方でもですね、クリームを塗ってマッサージすると良いでしょう。多くの人は左足の緊張が強いので、特に左足を念入りに行ってください。自分にとって痛気持ちいい範囲で丁寧に行ってください。やみくもに激痛を走らせても効果はありません。足ほどの効果はないんですが、左手の中指の根元、ここですね、中指の根元をこのようにほぐすのもおすすめです。体の偏った緊張をほぐせます。仕事中でも電車の中でも気づいた時にいつでもできるのが手のマッサージのメリットです。こちらも時間があれば右手も行いましょう。ありがとうございました。